山下理三郎古老の町女優志願の年嫌味がたき世の乙女たちに捧ぐ世の中の仕事は何でもそうですがとりわけ医者なんていうものは専門的な臨床上の知識よりもまず世上に通じて 実社会のことを人並み以上に知っていなければ、世の中の信頼を得ることはできません。どうしてこんな怪我をしたのですええー、先生。実は、バイスに指を挟んでしまったのです。職工は、ぺしゃんこになった指を情けなさそうに見つめています。ところが、このお医者にバイスがわからないのです。 大学で筆記した中に、バイスという文字はありませんでした。バイスそれはどんなものですええ、バイスってのは、つまり万力のことでさ。ああ、万力。万力ってどんなものですつまり、バイスのことでさ。 バイス万力わからないなあ一体どんな形をしたものですかいくら辛抱強い職行でもごわかしますよ。そのバイスってのは、先生の口見たような形のものでさこんな話さえあるくらいですからね。ところが、我がドクトルさやまは、 なかなかこんな疎い部類の人じゃないのです。まあ近い例が、初めての病科へ往診した時は、まず患者の手首を握って、死活目らしく容体を聞く間に、ちゃんと病室の雰囲気から、患者と家族との接触というようなデリケートな点を診察してしまうんです。それに佐山先生、とても話し上手です。もちろん、機能的に話し好きです。 ある日なんかも、ちぎり屋さんの隠居が激しい異形連を起こしたので、佐山先生を迎えました。いかなる急病人であっても、医者が慌てて駆けつけるものでないことをよくご承知でしょう。佐山先生も、悠然とお上司様のように乗り込みました。患者の診察は刀のごとく済ませましたが、賢明なる佐山先生、注射の血の字も申しません。 老人がいかに注射を恐れるかを知っているからです。心配そうに控えている隠居のおばあさんに世間話を仕掛けていくと、ばあさん上の空で返事をしていましたが、もともと話好きでしたが、すぐ共鳴してしまいました。話は、時効のことから団体旅行、江ノ島のサザエの壺焼きから善光寺まで飛びました。その間に、 刺しも苦しんだ隠居も、この話し声を添え字にしながら、ぐーぐーいびきをかき始めました。こうなれば閉めたものです。折りかばんを下げた佐山先生は、糸間を告げて次の勘下へ回りました。次は、鹿貝水滴という画家の祭君で、三熟熱ですが、いつもの通り病人の枕元へ座った佐山先生。折りかばんの中に手を差し入れると、 すりにかかった村長さんのように胸や上着のポケットを押さえては慌て始めましたので病人はいつにない医師の奇妙な診察に面食らってその顔を見上げると佐山先生何を思ったかいきなり立ち上がってこの家を出て行きました病人は半泣きでした水滴さんは驚いて先生を見送っていましたしばらくすると 佐山先生、大ニコニコで帰ってくると、人の良さそうな笑い顔で、いつものように診察を始めました。なんと皆さん、話し好きな佐山先生は、あまり話に熱心すぎて、ちぎり屋の隠居の脇へ、検温器を挟んだまま忘れて出たのでした。こんな調子ですから、ドクトルの人気は大したもので、 現在も立派な病院を建てていますが、この人の開業当時はやはり患者が少なくて、午後の往診の時間には往診先なんてありませんから、よく豊川さんの家へごを囲みに行ったものです。豊川さんは会社の重役を5つも6つも持っている資産家ですが、夫人が病診で偶然佐山先生の診察を受けたのが縁で、 つい心安く出入りをするようになったのだと申します豊川さんのお嬢さんをご存知ですかそろそろ話すうちには分かってきますからまあお聞きくださいある日ドクトルが豊川さんの家を訪れるとどうしたものか豊川さんはバカに不機嫌なのですあいつがバカだからこんなことになるんです だから、女子と精進やしないがたしと申すんで。豊川さんの憤慨の理由を聞くと、娘のカオルさんが女優になりたいと言い出したのだそうです。なるほど。これは天下の大事件です。しかもそれについて、こうなった責任が夫人の稲子さんにあるというのが豊川さんの主張です。がしかし、稲子夫人に聞いてみると、 豊川さんが悪いから、娘が女優志願をするような不心得者になったのだ、というのです。皆さん、どうお考えになりますいや、これについては、豊川さんも稲子夫人も、その言い分には無理もないところがありますから、その理由をお話しいたしましょう。人間というものは妙なもので、 好きなことを自分だけの道楽にしていれば無事に済むにそういありませんが、その好きなことを他人にまでやらせようとするから、かく面倒が起こりやすいのです。例えば、一時流行った桂馬式の心身強健法なんかも、俺はあれでこんなに健康になった。病気というものを忘れてしまった。あなたの胃も治るから、ぜひおやんなさい。と、 老衰でヒョロヒョロしたおばあさんが迷惑があるのも頓着なしに教え込もうとする不心得千万な人間もあれば、また、脳病で困っている青年が、例の気合術を無理に習わされて、少しずつ気が変になったという話もあります。現に、冷水摩擦という厄介なことを教えられ、強いられたがゆえに風邪をひいてしまった人は数えきれぬくらいでしょう。 とにかく人間というものは、いらないおせっかい症を多少とも持ち合わせているものですね。豊川さんも子供が生まれると長男を偉大なる工業家に仕立てるつもりでした。けれども、柔らかい粘土でさえ型の通りに出来上がらないことがあります。その息子さんは、親父さんの理想より自分の意思に沿って文化を出ると、 さっさと英国へ義曲研究に行ってしまいました。さあ、次は娘のカオルさんの番です。夫人が病弱なところからその女性間に大変化を生じた豊川さんは、カオルさんを男勝りの競争豪健な女性に仕立てる計画を立てたのでした。まず、庭園の花壇を潰してテニスコートを作りました。 そして、自らカオルさんのお相手にラケットを握りましたが、ゴム玉は豊川さんの女性感を尊重してくれません。ラケットを避けて飛ぶので、豊川さんはまたしても、肥満した体でよちよちと玉を拾いに走らなければなりません。植え込みの間をくぐって行くので、この上もなく豊川さんを悩ませました。それでとうとうテニスのお相手は、 カオルさんのお友達に譲ったのです。今度は早朝からステッキの行商人のように袋を肩にかけ、親子連れでゴルフの練習に出かけたものですが、百姓屋のガラス窓を破って弁償させられたり、悪太郎の頭へ玉を打ちつけて公約代を出したり、随分な失策をやりました。カオルさんに自転車も奨励しましたし、乗馬クラブへも入会させました。 それがため、カオルさんは痛快なくらい体の発育が良くって、稲子夫人はカオルさんの旅を買いに行くたび、自打まで真っ赤にさせるのです。ごく小さな声で、十文三部と囁くと、店員は聞き損ねて、へい、区分三部の女旅で。いよいよ稲子夫人は、旅を買いに行くのを嫌がります。 大体、だいたい稲子夫人は、豊川さんが娘にスポーツ趣味を拒いするのが不服でした。そして、自分の好きな藤間流だの芝居だのを薫さんに好調して、稲家を呼びつけ稽古をさせようといったような意気込みです。こう相反した見解を持つ株主がよれば、その総会の雲行きは必ず見学であるべきです。薫さんが、 断髪したいと申し出たことがあります。競争合憲の前に何の依存がありましょう。豊川さん、原価に承諾を与えました。ところが、もっての他だと反対したのが、稲子夫人です。夫人はすぐ直接行動に移り、髪結いを呼んで、カオルさんの髪を桃割れに言わせてしまいました。豊川さんは、 暇ましゆを舐めたような顔をしました。ところがです。そのあくる朝になったから、稲子夫人が慌て出して、豊川さんが愉快そうに交渉するというチ現象を提しました。なぜって、カオルさんはまだこの朝、カシミヤの制服を着て学校へ行かなければならなかったのですもの。 さあ、そのカオルさんが女優になりたいとねだったことについて、株主同士の攻撃が始まったのです。お前が、くだらない踊りだの歌だの、前世紀の亡国的趣味を植え付けるから悪いんだ。入弱な歌舞伎を見せたりするからそんな感化を受けたのだ。お前の責任だよ。ご冗談でしょ 私なんかの見るお芝居には洋服の女なんか出やしませんよ。あなたこそ、やれ馬だ、それ競争だなんて跳ね返らせるから女優なんかになりたがるのです。みんなあなたが悪いんですわ。なかなか相下りそうもありません。その中へひょっこり顔を見せたのがドクトルサヤマです。もうまるで気狂いざたです。 朝から鏡とにらめっくらでパレットみたいな顔を歪めたり伸ばしたりしてとても見ちゃいられません。豊川さんは船に見放された瞬間想図のような心細い顔をしました。あはあ。近頃娘たちのかかる病気ですね。ドクトルがつぶやくと豊川さんはまた投げ出された水枕のようにブルブルっと震えたものです。 病気お、本当ですかさあよ、キネマスター同型熱ってね。ちっとも気がつかなかった。それは何ですかやはりスペインから流行ってきたのですか豊川さんはすっかりうろたえて、熱といえばスペインから来るものだと一人で仮定してしまっています。まあまあ。 今、説明しますからお待ちください。皆さんは、医者というものがいかなる場合にも慌ててはならないってことを先刻ご承知でしょう。ドクトルは、悠然とタバコに火をつけて、うまそうにパクリと煙を吐き出しました。賢明なドクトルは、その間にいかに説明すべきかを考えたのです。キネマスター統計熱。 1972年版の温帯熱病研究録が丸吉へ到着しても、おそらくその中からこの病名だけは発見されることはないでしょうよ。ええ、この病気は10年ほど以前からぼつぼつ流行り始めましたが、その蔓延の方はとても素晴らしいものです。その消滅さには内務省あたりでも手を焼いています。 病原地はフランスとも言いますがね。しかし、米国が本当です。ロサンゼルスあたりが最も患者の多い土地です。ハリウッドにはこの熱を緩和する専門の病院がありますけれど、貧弱な日本ではまだそこまで完備していないので、貿易が困難ですよ。それで、この病気は決まって若い人たちを犯します。 スクリーンを眺めている若い男女の動向から脳を刺激し、あの光線のために神経を侵されてしまうんですね。それはそれは恐ろしい電波薬を持っています。用語は大方不良です。順調の経路を持って治る者は稀で、大抵は慢性になって変態性俳優模倣症状に返じます。 お嬢さんのはどんな程度か知りませんが、おそらくこれに感染せられたものでしょう。みるみる豊川さんの唇はへの字に歪んで、ピクピクっとけいれんしました。さやも先生、お願いです。直してやってください。いくら金がかかってもかもん。会社の一つや二つ潰したっていい。せっかくあれまでにして、 悪い病気なんぞで変な気狂いになられてはたまらん。世界破滅でも襲ってきたように悲そうな声で豊川さんは嘆願するのです。おお、ドクトロに向かって手のひらまで合わせています。どうぞ見てやってください。ご案内します。いやお嬢さんのお部屋なら私は知っています。 私一人で逆らわないように診察した方がいいです。あなたはここでお待ちなさい。ドクトルはいかにも自信がありそうにカオルさんの部屋を訪れました。空紙を開けて一目室内を覗き込んだドクトル。なるほど、これは随分熱が高いとうなずきました。それもそのはずです。絢爛と言おうか、妖霊と言おうか、 室内はブロマイトでいっぱい。っぱ壁にはラモン・ナバロとスタンシアナ・ビエルコフスカヤがかかり一輪雑誌の隣はバーセルメスノーマ・シアラーだのギッシュ姉妹放り出されているアルバムはぎっしり満員で身動きもならないのがおよそ56冊初夏の中はスポーツ雑誌と映画雑誌とが目白押しに縄張り争いをしています その中にあって、兄弟を引きつけて、カオルさんはまるで極彩色です。と言っても、それ立体派と言いますか、構成派と言いますか、あれです。その極彩色の顔で、ドクトルを迎えました。あら、先生。どうぞこちらへ。ドクトルは内心強々としながら、カオルさんの身近へ座って、ポツポツ診察を始めました。 あなたは、大層映画のことが詳しいそうですね。ある先生ご存知ないの私、今度京都へ行って女優になるのよ。そーら、おいでなすったとドクトルは合図を打ちながら、その豊富なるものを聞いていなければなりません。医者たる、また辛いかなです。しかしドクトルは、その場にカオルさんの女優としての資格を観察し始めました。 カオルさんの目鼻立ちは立派に揃っています。揃っていることに意義はありません。だが、神は粗相にして、その数値を誤りました。額の広さは、今度、農林省三馬局の巻き場に指定されそうです。孤骨から顎にかけて、冬の日の高等スキー競技大会場として、理想的のスロープがあります。 グリースペイントでごまかしていますが、鼻は幼稚園のハードル練習に貸してやれば安全保障付きぐらいの高さです。真理を申しましょうならば、カオルさんが映画に出たら、きっと世の中に神経衰弱者がうんと増えることでしょう。この女性を映画界へ送らないことは、観客にとって幸福です。いや、人類の幸福らしいのです。 奥さんはパッセルで描いた豆のつる見たような眉を公然とあげてさっきからとうとうと理想を述べていますこれでは豊川さんの手に合わないのも無理はありませんドクトルもちょっとあしらいかねてそこそこに退却しましたどうも思いのほか激しいですなあの向きでは怖い見や干渉などしてはますます容態が悪化しますから逆らってはいけませんよ だって、女優なんかにさせることは。まあ、お待ちなさい。万一、角を貯めようと思って牛を殺したらどうします世間体やあなたの名誉のために強いて反対すれば、お嬢さんは家出をしてでも京都へ行きかねませんよ。とにかく、奥様にもそうおっしゃって、よくお嬢さんの行為を注意して、 いちいち私までお知らせください。しかし、治るでしょうか熱さえ下がれば大丈夫です。私の医術を信頼していただくんですな。ドクトルはここでちょっと商売系を出して、鎮静剤を売りつけたわけですね。けれども、周素仮は映画花形同系熱に効きそうもありませんでした。 カオルさんの病床は進行して、全く病い肛毛についた始末。豊川さんがいかに悲観したか、あの人の関係している会社の社員たちことごとくが神経衰弱にかかったのでも知れます。で、結局ドクトルの忠告に従って、豊川さんはしぶしぶカオルさんの京都行きを承諾しました。稲子夫人も、 やむを得ず同意しなければなりませんでしたカオルさんの得意さを想像してみてくださいまあ仕方がないやれるかやらないかは知らんが行くだけ行ってみろと豊川さんが言うとカオルさんは意気健康です大丈夫ですわ精神一等何事かならざんやって言いますもの それを聞いて豊川さんは、とうとう向こう鉢巻きでベッドの中へ潜り込んでしまいました。カオルさんの予定では、かつてある映画雑誌へ微分たくさんな投資をしたとき、その映画批評に対して、M という監督から飛び切り無類の賛辞を報いられたことがあります。そこで、今度京都へ行ったら、この M 監督を訪ねて希望を打ち明けるつもりだったのだそうです。 いよいよカオルさんは旅立ちました京都駅で降りると物静かな京の街を円卓に揺られながら大和撮影所の M 監督を訪ねて言わなければならない言葉を口の中で繰り返して暗証に努めていたので沿道の大きな寺院も銀行の建物も名物の交通整理ぶりも一切カオルさんの目に映りませんでした撮影所の前で円卓を返して さて、その門を仰ぎ見ますと、それはまるで盲石会社の通用門みたいに黒い扉が閉まっていて、ドブ板ほどの大きな板に、墨黒黒と面会斜絶としてあるのが、カオルさんの心持ちを暗くさせました。ようやく心を取り直してくぐり門から入っていくと、そこの受付所の中にいた上着を脱いで直気だけの男の視線がキロリと光って、 ささんの足を止めさせました。M 監督さんにお目にかかりたいのですが差し出された小型な薫さんの名刺を手に取って眺めた男はもう一度改めてカオルさんのつま先からてっぺんまで見直しながら至ってぶっきらぼうに答えたのです M 監督はおとといから妻の方へロケーションに出て1週間ぐらいは帰りません おとといからでは私から差し上げたお手紙はご覧くださらなかったんでしょうかさあどうですかね毎日このとおり手紙が来ますからわかりませんねカオルさんは取り付く島が一晩のうちに海の底へ沈んでしまったように心細くなりましたもうこの上は活撃で名を売ったあの人に頼むより仕方がない と早くも作戦を変更しました。では、坂島蘭子さんはいらっしゃいませんか坂島さんは、近頃病気で休んでいます。では、咲花草子さんはあの人も撮影に出ています。そう言いながら、気上に山と積まれた手紙や志願書を片っ端からくずかごへ投げ込んでいくのです。 私、女優になりたくて来たのですが。現在では女優は満員です。ええー、と。私こと非常に美人にそらえばご採用くだされたく、くずかごえ。もう3ヶ月も経てば募集広告が出るでしょうからね。 小生、恋愛の経験、これありそうろう。ぜひともご採用。これも紙みくず。まあ、他にもとでお持ちなすった方がいいでしょうよ。この無情な言葉に、せっかく張り詰めたカオルさんの意気込みも、バルブを開いたタイヤのように、一んにスッと絞んでしまいました。人事係の方は、 いらっしゃいませんかもう、カオルさんは半泣きの手でした。人事係は僕ですよ。直機の男は、あまりかんばしくもないひげズを、ぬっとぶしつけに突き出しました。カオルさんは、そのひげズを存分にひねり上げてやりたいくらい、子に苦らしく思いました。また来ます。 重いくぐり戸を開けて門を出ましたが、頑丈な扉は重石のために一人でにしまって、ドドーンと滅法もない大きな音です。それが空っぽになっていたカオルさんの腹へ響くと、カオルさんは思わず三寸くらい飛び上がりました。ねえ、チキちゃん。罪もない旅行鞄を大地に叩きつけて、くぐり戸の方を睨みつけたものです。 そしてしばらくは、西郷かやこの高尾プロダクションにしようか、それとも、宮古茉貴子のオリエンタルスタジオにしようかと迷っていましたが、ようやく決心して高尾の方へ名刺を出しました。あの、西郷さんはいらっしゃいませんでしょうかあの人は現在撮影が休みで、昨日から旅行に出かけました。実は、私、女優に、 せっかくですが、前もってご紹介のなかった方は全部お断りするのが当初の規則になっています。また、ただいまでは欠員がありませんから。どうぞ、足からず。言葉付きは丁寧でしたが、規則を盾に撃退されてしまいました。門を出たカオルさんはもう歩く元気もありません。あたら公園な理想も、華やかな希望も、 足元に転がっている空き缶のようにくしゃんとひしゃげてしまいましたいや理想や空き缶ばかりじゃありません遠くかすむ太い煙突がくの字にゆがみ彼方を走る電車がまるで背虫が張っているようにしか見えないのです世の中の何もかもがひしゃげて見えて立っている大地が 五六尺も下の方へめり込んでいくように感じたのです。ぼんやりと自分の尖った靴先を見るともなく見つめていると、すぐその前に、これはまたカバの鼻のように思い切って大きな靴が向かい合って止まっています。顔を上げてみると、なんとそこには背広にハンチングをかぶった男がニヤニヤと笑っているではありませんか。 失敬ですが、あなたは女優志願で来たのですね。どうです聞いてくれましたかその男は顎でプロダクションの門を刺しました。カオルさんが悲しそうに首を振ると、うなずいた男は改めてカオルさんの顔を熟視しました。こんなところへ頼みに来ても、すぐおいそれと採用してくれませんよ。いや、失敬しました。 僕はこういうものですがね心配しなくても何とかしてあげますよ名刺には晴海五郎とすられ肩書きのところへはペンでオリエンタル・スタジオと書き添えてありました波間に投げられた部位のようにカオルさんはその名刺をしっかりつかみました歩きながら話しましょうヤマトの方は訪ねてみましたか M 監督がロケーションそんなはずはないですよ。昨夜、京極のカフェで一緒に飲んでいましたが。人事係ってああ、あのチャップリンヒゲは、ありゃ人事係でも何でもないです。門営です。受付の門番です。えカオルさんには何が何やらわからなくなってしまいました。呆れるばかりです。 その時向こうから、ロシア青年のかぶりそうな帽子とゴルフセーター。象の足見たようなズボンをダブダブさせた男が二人連れで来ましたが、すれ違うとこの二人を尻目にかけた一人の方が当てこするように呟きました。また不良が縄張りを荒らしていくな。かわいそうに、あの女も。あとは聞こえませんでしたが、 はるみという青年は目を向いて振り返りました。えい、バカ野郎もう一度言ってみろあまりその声が大きいのと、大した剣幕に驚いたのか、二人の男はこそこそと逃げていったのでした。そのはるみは、カオルさんを自分の下宿へ連れて帰りました。明日撮影所へ連れて行って骨を折るから、今夜はこの下宿へ泊まるように、と、 何から何まで行き届いた男らしいです何が芝居をやったことがありますかええ女学校のページェントで何をおやりでしたアルトハイデンベルヒの王子におおやはり断層したのですかいいえ校長さんが許してくれませんでしたのでみんな女ばかりでやりましたの ええすると、大学教授も学生も自重も女で。ええはルミはまたもう一つ感心しました。皆さん、この沈撃に勇敢な女学生たちが無知でテーブルを叩きながら金切り声で、青春の衣は誇りにまみれ、青春の刃はサビの虜となり、 と歌っている光景を想像してみてくださいそれであなたは女優になってどんな希望があるんです私やはりスポーツのものをやらしてほしいんですの運動競技でしたら大抵自信がありますからそれは偉いどんなことができますかカオルさんは自信のあることをすっかり述べました まるで運動会のプログラムを読んでいるようです 100m は13秒 200m は27秒5分の1それから幅跳びやり投げ低球老球乗馬自転車もう一つ水泳の記録までご披露したものですどうも偉いですな大したものです一つ脚本部へ頼んで 除血漂流きたんでも書いてもらうんですね。きっと当たりますよ。カオルさん、嬉しそうにぼっと上気しました。ああ、実現してほしい、と目が申していました。では、柔道とか検討とかをやりましたかカオルさん、思わず目をパチクリさせました。雑巾を口へねじ込まれたようにびっくりしました。 いいえ。だって、私は女ですもの。女ですもの。今度は、晴美が目をパチクリさせました。けれども、それはいけませんね。なぜって、スポーツ劇には格闘がつきものです明日になって知りませんじゃ通らない。あー、困ったな。晴美は本当に困ったらしく腕組みをします。 カオルさんは気が気じゃありません。では、こうしましょう。私がこれから検討の方だけを教えてあげます。肌着一枚になって裏の庭へいらっしゃい。は美は勝手にベラベラ喋って、押し入れの中から二組の剣討グローブを投げ出し、自身はくるくるとシャツ一枚になってしまいました。どうしたのですやらないのですか 何が恥ずかしいのです。僕は毎日ここの裏庭で女優を相手にトレーニングをやっているんです。さあ、早くなさい。結局、カオルさんも仕方なしに肌着の上へセーターを着て、春るの後ろから裸足のままついて行きました。どの部屋もどの部屋も障子のしまっていたのが幸せでした。グローブはこうしてはめるんですよ。 さあ、力いっぱいいらっしゃい。あなたも少々くらい痛いのは我慢しなければ覚えられませんよ。さあ、1、2、3! 2> 二人はさっと別れて構えました。というと、カオルさんに検討の心得がありそうに聞こえますが、それ映画でおなじみですから、格好だけはわかっています。もうこうなった以上遠慮なんかするものか、と、 カオルさんは猛然とハルミの顔をめがけて突っかけましたが、ハルミは踊るような足取りでうまく外して、カオルさんのよろめくところを付けいって、グローブがピシュッとなってカオルさんの方を打ちました。それ、こんな風に打つんですよ。それ、また行きますぞ。また来られてはたまらないので、カオルさんは両手を水車のようにがむしゃらに振り回します。 それがはるみの顎に当たって、スポン、ピシッと、続けざまに音が響きました。うまいうまい、その調子、そらそらカオルさんはせいせい息を切りながら、もう夢中です。また、右手のスイングがはるみの胸でポーンと跳ね返ります。はるみの強いフックが伸びて、カオルさんの顔の中央を打つと思わずクラッとして、 哀れやハイデンベルヒの王子もべったり尻餅をついてしまいました。息苦しそうに目をつぶっていると、なんだか鼻の中がムズムズしますので、思わずぐっと横なでにしますと、何たる悲壮でしょう。カオルさんの顔には鼻血で八字ひげが描か,かれました。まだまだ、こんなことでへこたれる女優は一人もいませんよ。さあ、 一、二、三、四、五空来たショートパンチ、アッパーカット。四つの拳の乱闘。五ラウンドばかり打ち通して戦った末、晴美が洗面器に水をくんでやった自分には、カオルさんは、 洗っているのが自分の顔やら他人の顔やら分からなくなっていましたはるみの汲んでくれた茶を口元まで持って行かない先に三分通りこぼしてしまったほど手が震えて仕方がなかったのですダンスをお稽古しましたか憎らしいほど落ち着いたはるみが聞きますとカオルさんは鼻の骨がどうにかなりはしなかったかと抑えながらダンスは 学校で習ったきりです。踊りなら小さい自分教えられました。母が好きでしたから。それは何よりです。あまりぎこちないポーズが出ては困りますからね。恋をなすったことがありますかこのぶしつけな問いにカオルさんは赤くなって首を振りました。では、この部屋を静かな公園と仮定するんです。 あの窓枠をベンチのつもりであなたがかけている。面食らっているカオルさんを無理にそこへかけさせたハルミは勝手に一人で決めています。こうして障子を開け離せば公園らしい感じがしないでもない。あの唐紙の引き手をカメラとみなしてあれに注意を取られてはなりませんよ。もちろんあなたは僕の愛人なのです。 両人は今初めて心を許し合うのですよ。ええー、と、セリフはお定まりだ。二人がこう並んで。では、僕の心持ちが分かってくれたのですね。と手を握って、あなたは全てを許してくれるんですね。その魂も、唇も、 ああ、嬉しい。と、肩に手をかけて。いけない。それではあなたはまるで僕に脅迫されているようです。あなたも心から嬉しそうにすり寄ってこなければダメだ。もう一度やり直し。ああ、僕は嬉しい。そうそう。そして顔を見上げなさい。うっとりとして顔を近寄せるんです。 男は、感激に胸を波立たせて、カオルさんは激しく晴海を突き飛ばしました。こんなことを嫌がって映画女優になれますかよく考えてごらんなさい。なに、犬に指を舐められているつもりでいいのですよ。この場面は何でもないようだけれど、なかなか難しいものです。 表情と獅子の釣り合いが取れないとさっぱりぶち壊しですからね。やり直しましょう。ダメです。もっと感激に耐えないように肩を震わせて。腕をたらりとしてはいけない。もっと情熱的に力を込めなければ観客の頭へピンと来ません。練習はどうしてなかなか大変なものでした。 カオロさんは子供のように唇の周りを真っ赤に充血させていました。すると一定のところに固定されているはずのカメラが1寸2寸と移動してその影にはたくさんのレンズが光っています。いや、レンズと見たのは目の玉でした。それが後期らしく室内の情景を眺めています。 両人が完全に包容しあったとき、沈黙の席は切って落とされました。ああ、いいぞあ、はあ、これはたまらん大勢のわめく声が蜂の巣を突っついたように起こりました。果てはそれらの声が乱調子になり始めたのが出カンシ節です。それに合わせて廊下中のいたじきを踏みとどろかせ、 手拍子、足拍子で踊り狂い出したのです。もちろん、晴海と薫さんは驚いてさっと飛び分かれましたが、晴海が真っ赤な顔で原稿を振り回し、これらを追い払おうとしますが、飯の上のハエみたいに逃げ回ってはまた舞い戻ってきます。薫さんは手のひらで顔を押さえていましたが、とうとう飛び出して、踊り狂う連中を月のけ羽のけ階段を駆け降りると、 台所にいた女将の姿を見て、突如、わーっと泣き崩れました。さっきから呆れて二階を仰いでいた女将は、ようやく二階へ金切り声でわめきました。やかましいバタバタと騒々しよすがな騒ぐのんなら出ておいきやすアホらしいことせんとおきやすはるみのんこで静まらなかったストームも、 おかみの一括にあって、たちまちなりを潜めてしまいました。まあ、どう教えし,した泣いてを癒してもわからしまへん。さ、訳を聞かしておくれやす。なんぞ悪さでもしやはったのどすかおかみは滑らかな京都弁で尋ねます。腕力の強い恋愛描写のうまいはるみより、このおかみ、ぬかみそ臭いおかみの方がよほど偉いのだ、と。 カオルさんの胸に敬意が湧きます。何もかも包まず話をしました。するとオカミは目を丸くして呆れたのです。アホらしい。あんたはんがここへ起こしやしたとき、私はハルミさんのご親類の人やと思ってましたのやがな。えらい間違いですがな。ハルミさんが俳優さんやってえらい嘘つきやあの人は。 大きな声では言えまへんけどあの人は不良どっすだまされたらどんな目に遭うか知れまへんお上はとうとうと解きました晴海ばかりでなくこの撮影所近辺をうろつく青年にはよほど注意しないと女優志願で出てくる地方の娘たちをうまく垂らし込んで女優にしてやると欺いて二度と浮かび上がれない目に遭わせるのが彼らの仕事であることや たとえ幸運に、それは千人に一人もないが採用されても、給金の安いため苦し紛れに身を持ち崩すのが多く、花形までこぎつけるのは百人に一人もないくらいであることなどを多くの例を引いて勘で含めるように言って聞かせたのです。悪いことは申しまへん。まあ、お国元へお帰りやす。その方がよろしようす。 悪い奴が牙を研いでそこらに待ってますさかいにな。まあ、お国元で立派なお婿さんでもおもらいへして、ご夫婦揃って見物をしやす活動の方が、自分で見る活動よりずっと楽しみどっす。そんなら、はるみさんに私が談判してきますよって、待ってておくれやす。その夜、親切なお神に送られて、 さんは記者に揺られて帰りました駅から女将の打った電報で豊川さんが喜びながら駅まで出迎えたのはもちろんですしょんぼりと帰ってきたるさんはろくろく食事も通らないくらいふさぎ込んでいましたがそれはほんのわずかな間でした豊川さんが女優にならなかった代わりにオートバイを買ってやろうかと言っても カオルさんは首を横に振りました。心機一転したカオルさんは、自らの手をぬかみそくさくしたがるようになりました。そのためかどうかわかりませんが、近頃はよく豊川さんがカオルさんのいないところで稲子夫人とひそひそ相談しています。いずれカオルさんにとって嬉しいことに相違ありません。ところで、 このお話について種を沸かしましょうか。晴海五郎は、本当は医科大学生です。ドクトル佐山の弟で母方の生を継いでいるのです。大のスポーツマンで10種の選手で、また素人健闘クラブ員です。カオルさんが京都へ行く前、事細かに書いた手紙がドクトル佐山から弟の五郎のもとへ届きました。 晴海五郎は幸いオリエンタルスタジオに近いところに下宿していました。撮影所の受付や女将と相談して下宿人や友人を借り集めあんな罪な狂言を書いたものですが、当日は女将の出来栄えが出頭第一でした。けれども、スタジオの近くですれ違った二人の青年こそ、この辺りに網を張った世にも恐ろしい隙間でした。 ほどへて誘拐罪で警察へ挙げられたことを皆様は新聞記事でご覧になったことがあるでしょう。あんな奴は今でもたくさんいます。一足違いで本当に危険なことでした。しかし、カオルさんの映画花形同系熱は見事に治りました。ドクトルサヤマは決してボンテじゃありません。ますます豊川さんの信頼は厚くなりまして、 その公園で病院を建てることになりました。これがいよいよ開業される時に、大学を卒業した春美が委員の一人として働くことになるのですが、春美と顔を見合わせたら、カオルさんはどんな気がするでしょう。それは皆さんのご想像に任せておきます。さて皆さん。何商売に限らず、専門の知識よりも、 世の中のことに一つでも多く通じていてよく起点が効かなければ決して成功できるものではない。ということがこれでよくお分かりになったことと存じます。